ありたいからな。圧倒的1ですね。160センチぐらい、体重は45キロぐらい。私もそうだと思う。じゃあ女性の可愛いはどれが一番可愛いと思いますか。はい。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's your flashy fashion reporter Kathy Cat. Skinny, curvy, and muscular sporty. Which type of girl is popular here in Japan? We're going to show three quite extreme pictures. I'm going to find out what Japanese people think about it. Let's go and Ask Japanese. この3つのタイプであれば、日本でどれが…めっちゃ逆だよね。日本でどれがモテるか。私がなりたい体っていうことですか。うんうん、なりたい体。圧倒的1ですね。うん2ですね。おお、はい。なんで1選んだ理由、なんで2で選んだ理由。あ、1はもう服が何でも着こなせるじゃないですか、この細さ。これはいいなと思いますね。2選んだ理由は男性受けを考えて2ですかね。あ、どういうことですか。ムチムチしとった方がなんか男の人って喜ぶんかなって勝手に思っとって2ですかね。日本ではやっぱり女性は自分に厳しいんですか、その体の出来。ちょっと太ってる人見るとちょっとなんか結構、なんか SNS 荒れるっていうか荒れるイメージがあります。SNS 荒るって何ですか。荒れる荒れる、なんかちょっとこいつデブじゃねえとか、こいつちょっと誹謗中傷がある的な、あ、地震が起こりそうとか、なんかその、結構なんか ひどいですね、ネットが。イメージがある、あるかも、うん、ですね、うん、で、その2人ともそのちょっと筋肉があるスポーティーな女性選んでない理由は。筋肉をつけるまではいらない。筋肉っぽいよりかはちょっとプニってしてる方がいいのかな。確かになんか昭和の時代からあの男尊女卑っていう考えが日本にあるので、もしかしたら女性は弱くあるべきっていう考えがもう日本人にの頭に根付いてるのかもしれませんね。めちゃくちゃいい答えが出た。じゃあ女性の可愛いはどれが一番可愛いと思いますか。はい、すごい細い、ちょっとプニプニ、マッチョ、どっちの方が日本で人気ですか。うん、1です。ああ、ってことはプニプニより細細の方がいいんですか。憧れで、なんで憧れなんですか。なんかやっぱ細いとスタイルいいし、なんか似合う服も増えるし、なんか結構アイドルとかもみんな細いから、それがみんな理想とか憧れになるのかなって思う。憧れなんですけど、自分はそこまで行こうと思ったことありますか。諦めたわ。なんかそこまで我慢できないよ、ね、食べちゃう。友達ですごい細い子いますか。かなり細め。やめてください。ダイエットとかはしてるんですか。そんなにしてはないんですけど、なんか普段はなんか10時以降は控えるとか、なんかそういうのはやってます。夜炭水化物なしとかですか。あ、夜は結構しっかり食べちゃうんですけど、なんか量自体をそんな食べないようにはしたりはたまにしてます。それで細さを保つ。細くないですけど全然。多分なんか憧れてるアイドルとか、なんかそのモデルさん自体が細すぎるから、なんか細いと思わないのかもしれないです。あ、うん、ちょっと理想が細すぎ るっていうか、うん、ガリガリ、まあ、すごい痩せてる、ちょっとあのポンキューポンタイプかマスキュラー、どっちの方が日本で人気でしょう。日本で、日本だと細い子が人気だと思います。すごい細い子が人気。すごい細いってどういうことですか。もうなんかインスタグラムに出てくるようなモデルさんみたいな細い体型の子が人気なイメージがあります。すごい細いって友達言ってたんですけど、どれぐらい細いんですか。身長と体重とかは大体何なんですか。身長は160センチぐらいかな。で体重は体重か45キロぐらい。私もそうだと思う。ダメ人って。あのこれ私160なんですけど、45話から遠いメモリーです。子供の時の遠い思い出です。私も子供の時の遠い思い出。やっぱなんか身近な人がインスタだと見れちゃうから、みんなこんな風なのかなって思っちゃうんだと思います。
こんなにタレントみたいに細い友達いますか？あ、います。います。結構ダイエットしてる子？あ、そうですね。ダイエットしてる、うん、です。そうです。自分もそこまで行こうと思ったことありますか？いや、そこまでは、ね、ならなくてもいいかなって思いますね。美味しいものが食べたいので、ならなくていいです。じゃあ、今写真も持ってきてるんですけど、まあ、さっきみんなやってたのは、日本人のタイプって言ったら、1、2、3がなんですけど、やっぱ1ですか？1ですね。1だと思います。じゃあ、ちょっと、ポンキューポンは日本で流行ってない？でもどうだろう、最近結構、うん、なんか筋トレする女性とか増えたので、うんうんうん、結構ポンキューポンも人気じゃないかな。じゃあ、これ個人的な質問なんですけど、お尻でかいってさ、海外で今人気じゃないですか。はい、日本にはいつか、いつ流行るんですかね。いつ流行るの？いつ流行るの？ちっちゃい方が人気だもんね。うん、いつかは流行ると思うけど。そういう芸能人の方とかが主流になれば。50年後そういうやっぱり、なんていうか、コピーしたい人がまだ少ないってことですか？多分そう。なんかあんまいないよね。いないです。多分女性としては痩せたいって感じだと思うんですけど、男性からしたらちょっと柔らかい感じが多分人気なのかなって思う。写真はあるんですけど、ガリ、まあ、海外のある体型なんですので、こういう体型は日本でどれが一番モテそうですか？一番ね、一番だと思う。結局一番かも。ちょっとプニッと、っていうか2番は選んでない理由は？ちょっとプニッと しすぎ。男の人は眼中になさそうな感じ。ちょっとついていいって言ってたんですけど、つきすぎ。ちょっとつきすぎかな。じゃあ3番は？3番は…割れてる女の人って日本の人あんまりいないので、多分好きな人もいるけど、もうちょっとなんか、でマシュマロっぽい感じのボディな、マシュマロボディみたいなのが人気ありそうな感じ。程よく肉付きがあるけど、トータルで見たら細いみたいな。マシュマロボディ。マシュマロボディ初めて聞きました。じゃあ、女性はちょっと筋肉、なんかあんまりイメージダウンですか？多分女性からしたら憧れはあるんですけど、こうなりたいとか。男性からしたら多分男性自身がそんなに筋肉してる男性が今少なくなってるから、女性がこんなに筋肉だとちょっと負けちゃうなみたいなある気がする。ってことは自分より強い女性がちょっと嫌われちゃう？なんかあると思います。It looks like Japan is still very thin-spired, meaning even underweight seems to, unfortunately, still be an ideal. I mean, if you look at picture number one, my first thought was underweight, probably. And in Japan, there is a thing called the Cinderella diet, which also aims, has an ideal weight for talents and models in media that is almost unattainable for a lot of people. If you're curious about that one, we have done a video about that one. It's the Cinderella diet. Yeah, and curvy and especially muscular, Japan is still quite a far way away from that, unfortunately. Maybe in the future we'll see more different body types, but right now it seems to be skinny is the way to go in Japan. Please, guys, take care of your health, eat properly, and catch you soon on Ash Japanese.